はい、皆さんこんばんちは、満天さんです。配信遅れて申し訳ございませんということで、早速見ていきたいんですが、21番、出ましたね。まあ前回申し上げてましたように21、まあ、何かって言いますと、まあ、あのロトセブンには、そのね、謎のジンクスみたいなのがありまして、まあ一回出だすとなんか結構固まって出るというような、なんか謎の法則みたいなのがあるんですよね。まあそれで、まあ前回申し上げましたように、その21、まあまあ2か21がまあ出るんじゃないかなということで、言ってたんですけど、出ちゃいません。21、3連続なんですけど、まだ出ちゃいましたということで、まあ私はそのね、21、まあ今回抽選日21なんで、まあ逆に出ないんじゃないかなみたいなね、まあなんかよくわからん逆の予想して21あえて外したんですけど、まあ結局、出ちゃったということで、はい、ということです。それから、まあエッジセットで、まあ私もね、エッジセット予想してたんですけど、まあエッジ、まあ、今回の、結果をね、見ていただいたら分かるんですけど、まあ、H セット、まあ、の、まあ、その傾向通りというか、まあ、今回、まあ、20の、数字が4つ出てるんですけど、まあ、これは、そうですね、H セットだと、まあ、20の桁が、まあ、出やすいという偏りやってんで、まあ、私もね、その、20の数字3つ選んでたんですけど、ね、まあ予想3つ、まあそれを超えて4つ出たということで、まあ21も含めてね。私、まあ25から、まあ29から、まあね、の方が出やすいんじゃないかなと思ってね、25、28、29って選んだんですけど、ね、まあ後半出ると予想してね、まあ5個の中3つ選んでね、まあ1個しか当たってないっていう、まあよくわからん、もう運の悪さなんですけど、そうですね、まあそういう出方しています。まあ傾向通りの、これはもうエッジセットの傾向通りの出方してますね。まあ、あと一つ、特徴的な、まあ、今回の特徴的な出方としまして、この平均86っていうのがあるんです。まあ、これ全部の、その数字の、まあ、平均値なんですけど、まあ、今回の、ね、数字見ていただいたらわかるんですけど、全部86以上なんですね。で、こういうの結構珍しいんですね。まあ、今回、まあ、これで、8とまあ29は今回で86ということなんですけど、基本的にいつもね、平均だと、平均のまあそのボーダーラインだと、その上と下ってまあ結構必ずあるんです。まあその数の偏りはあるんですけど、まあ今回のようにその平均っていうか、まあそのボーダーよりに、より、ね、まあその7つとも全部ボーダーより上っていうか、まあ以上っていう数の組み合わせって、まあ結構珍しいんですよね。まあ、まあどういうことを言いますと、もうこれ結構偏った数字の出方っていう出方してますということで、まあまあそういうところですね、今回の特徴としましては。まあ次回の予想なんですけど、まあ次回はまあ J セット狙いでこういう予想になっています。まあこれもね、J セットのセット傾向に伴ったまあ、選び方してるんで、まあ、J セットじゃなかったら結構全然違う数字になると思うんですけど、まあ、まあ、参考にしていただければいいんじゃないかと思います。また、データ見、ご覧になりたい方は、まあ、リンク貼っときますんで、そちらの方をご覧くださいということで、また来週ということで、さよなら。